ボールの置き所、ネイマールとかもさ、こうやってやるじゃん。ボール右足の前にないといけないね。1、2、小指、右利きの子、はい、横向いてスタート。こっちから向こうに行くときは横向いてスタート。左利きの子はこっちでスタート。で、途中でやる練習に変えます。マーカーからマーカーの真ん中まではボールの置き所で、ネイマールとかもさ、こうやってやるじゃん。この時にボール右足の前にないといけないね。だからボール右足に置くっていうステップ練習いくよ。はい、1、2、小指近づくし止める。1、2、小指近づくし止める。前向いてからスタートステップでおしまい。 OK。 そう、半分まで多分2回か3回だね。2回か3回ここからスローモーションいくよ。はい、いいよ。右足からダブルタッチ1回で、2回目やったら小指で戻る、止める。で、この時に自分の体の向きが向こうを向かないように、ボール引いたら左足を前にジャンプしてあげて、足ついて右で止める。で、次もう一回ダブルタッチするから、しっかり右足のここにボールを置けるように。で、また右左右左、小指軸足通し引き込める。で、前向いていくよ。触っててあのマーク開いて、右でまたいで左ステップして、小指で相手前抜く感じ。オッケー。あ、左利きの子、はい、タックね。タックとかは左足から1回で、2回目ダブルタックから小指で戻る、で止める。軸足通して足つける、左キャッチ、左足止める、左足で、また足ついて、また繰り返す。はい、1回ずつ見て。ちょっとみんなね、初心を忘れちゃってる。これまずポイントいくよ。全員見て。はい、1回目ダブルタッチで右左します。次さ、小指でボール触るか。その時に左足ボール触って足ここについちゃうと入らないじゃん。だからボール触ったら半歩ずらすんだ。こっから触ったら半歩ずらす。 OK。 さっき一回取らん、はい、行こう。タッグとか立って立っていくよ。こっから触った後からずらす。タッグとタッグだったら右足で触ったらずらす。そう、足入んない。で、よく見て、小指出す、軸足通しして、こっち向いてんの、横向かない、ちゃんと正面向いたまんまやれるようにしよう。正面向いたまま OK。 さあ、それ意識してもう一回いきましょう。はい、ゴー、レッツゴー。